18回全世界空手道選手権大会3日目、勝ち残った主な選手 A ブロックはグラウフ、オシポフ、カドイ、住谷、市村、日比野、 B ブロックプレカノフ、入沢、池田義則、コストフ、塩島、野川、そして木村。C ブロックはテイシェイラ、田中、日立、伊藤、ピチュクノフ。D ブロックはレチ、池田正人、田ヶ原、福井、三越馬、そして木山ら32名である。前の第7回世界大会において史上初めてブラジルのフランシス・ビリオ選手が優勝し、外国人の世界王者が誕生して以来、そのブラジルをはじめとして海外勢が急成長していく中で、日本もまた空手母国の威信を背負って王座奪回に向けて精進してまいりました。このような状況下で選手諸君、またご来場の皆様も自らの原点に回帰し、いやおうなくナショナリズムを刺激されることでしょう。そしてその先にある功を原点として他を生きするという決心の理念を感じていただきたいと願っております。選手諸君は日頃の鍛錬の成果をいかんなく発揮し、正々堂々と戦っていただきたいと思います。試し終わり、2度の延長戦の末、体重判定でも勝負がつかない場合、試し割りの枚数で勝敗が決せられる。たった1枚の板の差が選手の運命を天国にも地獄にも変えるのだ。アリーナでは木山がウォーミングアップを開始していた。木山の様子をじっと見つめるテイシェイラ。そして強豪ロシアはいかに王座を勝ち取るか、綿密な作戦を練るのに余念がないようだ。本日のテーマ、最終日だし、もうごちゃごちゃ言うのもあれやけどね、で、あと こういう負け方は絶対後で後悔するから、あのしないように、特にセコンドが分かってこないと。チャンスが出てきますんで、それには必ず延長まで持ってくるような粘りと戦い方していってください。必ずチャンス生まれてきますんで。今日4回戦で、あの日本人同士の潰し合いがあるけど、5試合その選手はもうしょうがない、それは思いっきりやってください。いいですか。かなりロシア人に下段気にしてるんで、結構足上げてきてるんで、だからあの足上げてるとこ蹴らないように気をつけないと。足上げてる蹴れると思う。内股だったらいいと思う。外上がるからさ。外上がってこことかでね、コントロールすれば絶対蹴れるよ。下向きながらこうやってるからさ、他の技入んじゃないの。
一番。仁義なき激闘を繰り広げた末に敗れた住谷は門井に後を託し声援を送った。左足を痛め万全とは言い難い状況で市村は全身全霊を込めて戦い、ついに力尽きた。全力でオシポフに立ち向かった日々の健闘むなしく敗退した。
下段蹴りでプレカノフをかなり追い詰めた入澤だったが、ワンマッチの雪辱を果たすことはできなかった。池田はコストフと激戦を演じ最延長まで戦い抜いたが、板3枚の差で涙を飲んだ。Let's go.
ただいまの試合4対0。重量級のフルガンと死闘を演じた塩島、ここまでよくやったぞ。よかったよ、よくやった、よくやった。どうもありがとうございました。今までまだ若いならまだ頑張れよ。ありがとうございました。木村に貫禄負けを喫したのか、悔し涙で頬を濡らした。Thank you.
日立博之選手16枚、伊藤慎選手14枚。この試合はゼッケン151番木立博之選手が勝者となります。伊藤は再延長まで木立と互角に戦ったが、試し割り判定で惜しくも敗れ去った。Come on.
池田無念の敗退、王座奪回に向けて次のバトンを多賀原に託した。健闘した福井だったが惜しくも4回戦で敗退した。ラスト1回3位、いいね、また行くよ。
ただいまの試合1分20秒前回240激闘を演じた三越馬は一本負けするも木山の勝利を称え王座奪回を木山に託した。国際委員会委員シンガポール支部長ピーター・チョン師範による卵の上に乗って行う自然石割りの演舞が始まった。グラウベの決戦だ。ありがとうございました。
今までありがとうございました。あの全然負けてないぞ。お前もう自信ついたと思うんだけどさ、全然よくやった。失礼しました。Hey!
と30で飲んでいただきます。決まらないか。決まらないか。田中健太郎、テイシェイラとの一騎打ちだ。テイシェイラの闘争本能むき出しの攻撃にも臆さず戦った田中だったが、惜しくも判定負けとなった。Thank you.
名人タガハラとレチ・クルバノフの対戦だ。確実に調子を上げてきた木山が一本勝ちで準々決勝へと駒を進めた。Hey! Welcome on! Welcome on! Hey!
木村対プレカノ、運命の決戦が始まる。
3位挑戦を行っても勝敗がつきませんでしたので体重判定に移ります。セルゲイ・プレカノフ選手 96.2kg、 ゼッケン120番、木村康彦選手 95.0kg、 10kg 以上の差がありませんでしたので試し割りの枚数の多い方が勝者となります。セルゲイ・プレカノフ選手29枚、木村康彦選手21枚。力を尽くして戦った木村、夢の実現まであと一歩というところで試し割り判定に泣いた。ブラジルの新星テイシェイラ対勇者木立の戦いが始まる。今日ながらここまで死力を尽くして戦ってきた木立がついに砕け散った。
本最後の砦木山がただ一人準決勝に勝ち上がった。本大会出場選手中最大のパワーを秘めたテイシェイラと木山の戦いが今始まる。
秋山、渾身の力を振り絞って掴んだ勝利である。演武を行うのは第7回世界大会ベスト8の鳴島龍。そして最後に演武するのは第7回世界チャンピオンフランシスコ・フィリオである。その頃決勝までのわずかなひととき、木山は横になって体を休ませていた。実は木山の肋骨は完全には治っていなかった。一発でも当たれば痛みが生じるという厳しい状況下でここまで勝ち進んできた。王座奪回まであと一試合。最後の30秒さ、嫌な気持ちでダッシュ来るから、嫌な気持ちになるけど打ち負けるんだよ。一方、決勝を控えたロシアの戦士プレカノフは余裕の表情である。
定に入ります。優勝、木山仁。空手母国日本の王座奪回はついに木山によって実現した。第8回世界大会は木山仁の勝利によって日本が王座に返り咲いた。一方ブラジルはグラウベやテイシェイラが活躍するも王座を明け渡す結果となった。そんな中、大いなる活躍をしたロシア勢は今後も驚異的な存在となるだろう。日本選手たちは一致団結し、誰もが死力を尽くして戦った末、かろうじて世界王座を勝ち取った。だがそれを次の世界大会まで守ることができるかどうかは誰にもわからない。新たなる戦いは今始まったばかりだ。当日、大会終了後、池袋のホテルメトロポリタンでは全世界の支部長や選手たちをはじめ大会関係者が集い、松井館長を中心にさよならパーティーが盛大に催された。胸を痛め、どうしたんだ日本の空手だと。
空手か指導者で針の後ろでした。やったぞ。大山総裁に申し訳ないと、全国の支部長及び松井館長を中心としてこの4年間どんだけ苦しんだか、やったぞ。